はい、資料家チャンネルでございます。本日ですね、ご紹介する商品こちらになります。こちら無一物ということで、こちらハワームフーズさんのですね、あの商品になります。多分ね、そうですね、ハワームフーズさんの無一物、こちらですね、まあ先日もちょっとレビューさせてもらったんですけども、これ見ていただいて分かる通り、食品添加物を加えていないということで、無一物、国産柔らかしたて、鶏胸肉のですね、猫まんまということで、まあ、これ栄養、総合養殖ですね。まあ、実はですね、これね、100% なんですね、これね、鶏胸肉、これだけです、原材料。国産で、まあ、40g でちょうどいいサイズですね、これね。はい、でこちらも書いてますね、無一物は何もないこと、何も持っていないことを表す言葉です。この製品は鶏むね肉本来の旨味を加えるように、鶏むね肉と水だけで作りました。ペーストと細かいフレークで、仕上げた柔らかしたてでございますということでね、ございますとは書いてないですけどもね。はい、羽衣フーズのですね、まあ、こちら、本当にこれ 100%、何も添加物もない商品になりますので、まあ、こちらですね、ちょっとまあ食べるかどうかですね、ちょっと揚げてみたいと思いますので、実を言うとこれね、すごく気になってたんですね。この間レビューした時でもね、すでにすごく気になってて、これを食べさせてあげたいなとちょっとね、思っておりました。まあ、食べるかどうかはね、まあ、うちの子猫のね、マッシュ次第ですんでね、そればっかりはね、まあ、こればっかりは何とも言えないんですけど、はい、ということでね、こちらの方、あげたいと思います。はい、では早速ですね、あげてみたいと思います。もうすでにね、もうなんか来てます。ちょっと中身ね、もうトロトロです。トロトロです。トロトロしたてです。もうなんかすごく気になってるみたいですね。もうなんかガッツリ言ってますもん。なんかちょっと待って待って待って、マッシュちょっと慌てすぎ。すっごい勢いです。ガッツリてるのは分かるんだけど、すごい勢いできました。40g なので1回分食べましょう。美味しそうで炒めてますけど、早く来た、これはいいかも。いつもよりちょっと早いです来るのは。これはヒットかもしれない、何もね、入ってないからどうでしょうかね。これに似てますね。チャーチュー、ちょっと似てる感じ、おいしい？もういらん。え？そうだ。食べるんじゃない？食べた。昨日ですね、ちょっと紹介しました。何だったかな、健康館のね、マグロペーストのやつですかね。マグロだったかな。何だったかな、カツオだったかな。昨日、まあ、紹介したやつね、あれ食べなかったんですけど、また後で食べに行きましてね、実を言うと、ね、でまあ、ちょっとあれからまた半分ぐらい食べたんですね。まあ、ちょっとですね、まあ、なんかさっきまでね、実を言うとね、何つけてんの、実を言うとね、シーバちょっと食べてたので、ちょっとね、まあ興味本位でね、来たと思うんですけど、また後で食べると思います。かなりね、食いつき方が全然違いましたので、それを食べるでしょう。もうちょっとね、なんか変わってます。なんか頭にね、これついてるんですね、実を言うと。顔についてる。違うとこ洗ってますね。つけたままね、ちょっとね、なんか、ちゃいまして。あ、取れたかな？取れたかな？取れてない。ついてる。出てるで、マッシュ。おい。マッシュ、これ食べてくるよ、おい。レビューになんねえよ、これ。これでは。はい、ということでですね、ちょっとね、まあ、お腹の具合どうなんでしょうね。まあ、ちょっとね、置いときます、このままね。で、一応ですね、まあ、紹介としまして、こちらね、来ましたよ。ね、また食べに来ましたね。あ、
食べても食べても、これ食べますね。はい、おそらくね、美味しいんでしょう。すごいですね、がっついております。結構がっついております。ちょっと獅子山に獅子山いい感じですね。いいあれ、あれ今の行動もういいの。一緒まだ入ってると思ってるじゃん。全部入れたのに。はい、はい、というわけでございましてですね、こちらですね、あの天、まあ、添加物を一切加えていないこちら、無一物柔らかしたというのはですね、あの国産です。ですね、こちら、鶏むね肉の、レビューでした。はい、ありがとうございます。はい、原材料は本当鶏むね肉だけですんで、はい、まあ、ぜひですね、あの、まあ、子猫ちゃんというか、まあ、これ子猫用ではないみたいですんで、あの、生猫ちゃんでもね、十分にあげれる、代物だと思います。はい、ですね、まあ、結構食べてますんでね、あげてみてもどうかなと思います。はい、ですね、こちらのレビューでした。はい、チャンネル登録の方ですね、よろしくお願いします。ですね、まあ、猫さんのですね、総合養殖とか、あと、まあ、子猫ちゃんのね、分が、まあ、メインになるかと思います。まだうちのね、マシューが4ヶ月になりますので、4ヶ月ですんでね、まあ、ちょっとね、あと6ヶ月ぐらいは、あと6ヶ月、いや、もっとかな、8ヶ月ぐらいはね、まあ、子猫ちゃん用のね、こういった、総合養殖および栄養補完食、レビューさせていただきたいと思いますのでね、はい、もし興味ありましたら、チャンネル登録していただければ嬉しいかなと思います。はい、本日のご視聴ありがとうございました。食べろよ、もっと休憩しながら食べてますんでね、また来ると思います。はい、ありがとうございました。